少年たちの世界は無垢な目でただ見ていては、一日中秘密基地でただ二人笑い合って、一人ぼっちの僕に君は声をかけた。振り向く先で君は僕にニコって笑ったんだよ。君はソーダを口に含んで大きく歩くその速さに、僕はちょっぴり急ぎ足で横に並んだ。せーの、フライアウェイ。水しぶきが弾いた。息を吸う。学年ジャンの世界で僕ら二人が歌う歌、一日中僕たちは青空に笑い飛ばして、君の指がコンパスに見えた。その行き先は僕だけの世界地図が、ただただ広がって乾くと行きつけの店、二人ソーダ掲げて乾杯。日差しの熱と冷たい肌に僕は溶けていた。突然ロケット、君たちはどうした。そんな嘘みたいな僕への言葉に、少年たちの世界は無垢な目でただ見ていては、一日中真ん中でただ一人で泣いていた。空き瓶の中でただ転がるガラス玉みたい。顔を上げた先で君は非常にニコって笑った。クラップ。わからないと思いますが、僕たちは少年ジャンキーです。みんなここから一緒に盛り上がっていきましょう。少年たちの世界は無垢な目でただ見ていては、一日中秘密基地でただ二人笑い合って、百年ジャンの世界で僕ら二人が歌う歌、閉じ込めたガラス玉の音が空になり響いた。君のハートにズッキュン、あいやいや雲からビビッときた。僕のハートにズッキュン、あいやいや雷が落ちた。おい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 、あーよっしゃ行こう。タイガーファイヤー、サイバーファイバー、ダイバーファイバー、ジャージャー、いぶきのターン、うん、今日も目覚めて窓にこぼれる光に一息しながら、負けず元気に笑顔片手に僕は家を飛び
になろう。不安ポケットに押し込んで、今日も魅了でキラキラになろう。これでいいと思うけど、理想は君が僕の魔法で、君の世界がバラに染まる。でも現実は君の笑顔が僕の世界をバラ色に変えているのさ。君のハートにつく、あいやいや神様恋ですか。僕のハートにつく、あいやいやドキドキをお届け。君のハートにつく、あいやいや狙いは君だけに。僕のハートもつく、あいやいや笑顔をパワーにしています。立ててちょっと転ぶかもしれない。人生なんてそんなものだよ、エゴイズムを掲げてみよう。こっちおいでよ、僕と歩こう、一緒に夢を見ていこう。君のアルバムの中に少しお邪魔してもいいでしょうか。みんなで一緒に虹の橋まで、君と渡れば、ガラスの鐘が素敵に響く。祝福されたアトランティスへ、キラキラドアの向こうには何があるのかな。君のハートにつく、あいやいや夢見てもいいですか。僕のハートにつく、あいやいやロマン見てドキドキ。君のハートにつく、あいやいや君とだからいける。僕のハートもつく、あいやいやそれは僕らの物語。中野サブ東京にお集まりの皆さん、こんばんは。僕たちがナンバーワン少年ジャッカルです。よろしくお願いします。はい、少年ジャッカル桜色千葉いぶきです。よろしくお願いします。イエーイ。はい、少年ジャッカル白色担当、本日はドラえもんになってます。よろしくお願いします。
ドラえもんね。名前。あ、ごめん。白色担当白馬美月です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、少年ジャッカル、今日は、のび太のママじゃなくて静香ちゃん担当のさくられん太郎です。よろしくお願いします。ちなみにこんなかは見せパンです。やめて俺が言うの、言う前に。はい、少年ジャッカル紫色担当未来です。今日はのび太くんやってます。よろしくお願いします。イエーイ。似合う似合うのび太くんね。というわけで ね今日はあのドラえもんの仮装をあの事前に予告してたんやけども、配役まではあのみんな言ってなかったじゃない、お客さんに。はい、というかで、あのこの場でのなんか答え合わせと言いますかなんですけども、あの多分知ってるお客さんはあ、ここがこれやるのねって絶対なってると思うんすよ。そうだね、確かに、うん、みんな絶対僕がドラえもんやると思ってなかったでしょ。それな、思ってなかったでしょ。それな、ここがね、あの、ここなんつのここは意外だったかもしれないね。ロボット組っていうね、ここが意外だったっていうか、そこしか意外じゃないんだわ。あ、本当？こっちはさ、ほらもうなんかやれって言われたらさ、はい、わかりました、飲みますっていうタイプ。いやいや、さ、未来さんだってのび太くんやると思わなくない？俺ジャイアンだと思うもん。絶対ジャイアンやんな、うん、絶対ジャイアンだと思うもん。わかるわかる分かる。おう、のび太、あれ外した。まあでもこれ見れたおかげなのはくじ引きだけどね。そうね。そう、あめだくじで決めたから。そうやね、やからね、みんなね、あのやりたいとかじゃなくて、もうこれに当たったっていう感じでね。ただすごかったのは、あのそれやった時に、あのうちの美月くんって基本こういうのやらないというか、やりたがらないタイプだったと思ってたわけ。そしたら自分から未来さん、すいません、あの白塗りのやつ借りてもいいですかみたいなことを言ってきて、あの今日わざわざ一回家出たんだけど、もう一回戻ってそれ取ってこっちに来るっていう。あ、そうだったの、ごめんね。本当にごめんなさい。あのね、やっぱやるからには全力でドラえもんになりきらなきゃいけないかなっていうね。いやもうね、本当にね、良かったです。皆さん、あのドラえもんとドラミちゃんに拍手をお願いします。いや、本当よ本当よ、でも確かにねだってここが白塗り欲しいって言わなかったらなってないもん。あの道連れにしました。あの僕が白塗りにして、白塗りにして、いやドラえもん白塗りなんだからドラミちゃんも白塗りでしょ、当たり前じゃないみたいなね感じで、ね、いやだってほら今ね、これ抜かれてるんだけどね、この2人の絵面がすごいのよ本当にすごいことになってんだよ。すごい別のカメラやね。あとあれな、静香ちゃんの足の筋肉すごいな。いや、そうなんだよ。あのね、こんなゴリラ触れた方がいいよ、ね、ちょっとレディーに向かってそういうことは良くないと思うよ本当に、うん、誰がさ、のび太最悪よ、うん、本当に本当だよ。もうこれガーン今ガーンってやるとこっちご褒美もらってたから今、ね、ガーンってやった時偽パンだからいいの今日はって言ってた、ね、これいいかなと思って、いいんですよ今日は。違うじゃん、さっき楽屋でさ、キャーのび太さんのエッチやってくれるっていう話だったじゃん。え、そんなん言ってた。そうで、俺今それの振りだと完全に思ったんだけど、うん、じゃあガーンってやられたんだよこっち、おかしくない。じゃあもう一回やればいいじゃん。いいよいいよいいよ、あげるあげる。あ、そういう感じ。ね、ちょっと待って、これ長いと俺が精神的ダメージでかいんだって。今のは言いづらい、今のなんかキランってやるのかなって思った。思いっきりやってほしい。じゃあもう一回行こう。もうこれ誰が見たいんこれ。何回もやることじゃないんだって本当に。ほらしずちゃん、キャーのび太さんのエッチ。そこそこうまいのがやだ、そこそこうまいのがやだ。そこそこうまいんやな、いつも。もうね、このドラえもんについてはちょっと一旦やめよう。そうね、やめましょう、やめましょう、はい、ということでここからは、少年ジャックの告知の方をさせてください。少年ジャックはですね、12月2日に、新宿レニーさんにてセカンドワンマンライブが決定しております。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね、11月の1日午前11時から E プラスさんにてチケット販売されるので、ぜひよかったら購入お願いします。よろしくお願いします。お願いします。それではじゃあこのまま次最後の曲いきたいと思うんですけども、はい、もう最後までぶち上がりなので、皆さんもあの一緒にあの座ってもらって申し訳ないんですけど、あのもう一回ライブ、はい、やります。もう一回もうライブやります。もう一回ライブ、ね、あのもう一曲やりますということで、最後の曲いきたいと思います。それでは最後の曲聴いてください。ダンスダンスバイト。Boy! 覚悟は決めたはずだろう。牙を抜いたまま踊ってただただ様子見など
するつもりはないから、ここは戦場広げばいつだって敗走者ならならやるべきはさ、声出せエモーディオカメカメ、狙ったらカメカメ、一瞬でカメカメ、愛してるぜ転がるだけで大きくなる、ならないのが現実を知った後は、それでもと選んだのは君と歩く道で、ただただ遠くに感じるけれども、ジャッカル目標、アイエイさん素敵に行こう、ゴーゴー、お腹いっぱい、ゴーゴー、毎日の通信、ゴーゴー、元気で笑おう、ゴーゴー、美しく、ゴーゴー、スマートに、ゴーゴー、準備はいいかせーので、さあ食らいつけ、いやいやいや、さあ髪洗って踊れ、狙いは君のハート、いやいやいや、さあ飛び跳ねろ、逃げろ獲物のように、猫背から狙い抜け、ハッピーなラブコールで、君をいやいやいや、さあ狙い抜け、一人の君のためにレッツゴー、追いかけろ、クラップからいきますよ、カモン、また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 、言いたいことがあるんでしょ、まだまだ声出せ、楽しんでてね。